動画を開いていただき本当にありがとうございます。今回のテーマと場所は下総の国府のもとに共同で復活させた桜と水辺。それでは今回見ていく場所を空から確認してみましょう。東京駅から西北西に約 15km、 江戸川を越えてすぐの千葉県市川市、住宅街の中を流れてる真間川。今回は神野台からのこのルートで見ていきます。京成線の神野台駅から、神野台は江戸川のすぐ横なので江戸川に出ます。すぐに鉄橋ですね。江戸川を北に行くとすぐに真間川です。直接流れ込んでないんですね。そこの建物が排水機場です。江戸川が増水した時に真間川に逆流しないようにする水門と、真間川の水を強制的に排出するポンプがあります。根本橋、真間川沿いは住宅地ですよね。戸建ての家が多いでしょうか。左右が道路で一般的な住宅街の水路ですね。右と左で柵の感じが違います。こっち側のフェンスは近づけない雰囲気があります。この橋は入江橋、この先に真間山があるのでちょっと寄っていきましょう。杉橋ってあります。この辺りは真間川の河口で入江になってた。だから入江橋だったんですね。砂州に架けられた橋がいくつも、それが杉橋。ここが真間さん愚峰寺。階段を登るんですね。頑張りましょう。大きなお寺ですね。歴史も古いんです。ここは下総の国府があった場所です。そうでした、神野台でした。国府があった時代からのお寺、奈良時代が始まりらしいです。さっきの継ぎ橋は万葉集にママの継ぎ橋で歌われてる。古くからの歴史がある場所ってことですね。上から見ると一直線の参道があって、市川宿が門前町だったことがわかります。真間川に戻りましょう。次の橋は手こな橋。これまでよりしっかりした橋ですね。橋の歩道もデザインされてる。橋のたもとで降りれます。小さな水辺の空間になってる。遊歩道かと思ったら自動車が通る道でした。木があって木陰はいいけど、通れるのは川とは反対側。やはり自動車の道です。次の橋は笹塚橋。木製みたいなこの字型になってますか。道路がまっすぐにつながっていないのでこの形なんですね。笹塚橋を過ぎたらまた同じ道路です。川の上は空が広い。同じような道が続きます。向こうに壁のようなものが見えます。外環自動車道です。向こうとこちらが分断されてますね。外環の下は抜けられそうで行けないようになってます。住宅地の中のようですけど、川沿いの道は同じです。次の橋は菅野橋。ここは川が合流してるみたいです。国分寺川ですね。こちらの橋が諏訪田橋。川の中の草木が多くなったみたいです。これまでと違ってます。川沿いも遊歩道で、柵も木製でいい雰囲気になりました。これなら川沿いを歩いても気分がいい。新菅野橋、木が古くなってますけど味わい深い。この辺りは河川改修の時に川幅を拡幅するのではなく、川底を深く掘る工法にしたので、それまでの桜を伐採しないで済んだんです。川沿いの道の雰囲気も残されたわけですね。右側が木も大きくてベンチもある。川の中も緑が育つように工夫してあるみたい。向こう側は学校でしょうか。この橋は弁天橋。
木製だけど幅もある。まだ続いてますね。少し広くなった。右側は昭和学院の敷地、次は宮久保橋。大きな道ですね。この先も遊歩道になってるみたいです。自動車も通るようですけど、桜の木は続いてます。宮下橋、橋が石畳風なのは古さを感じます。川の中も川沿いも緑が多い。ここは歩行者専用ですね。ここは川が合流してます。大柏川、この橋は三角橋、下はコンクリートですけど欄干は木製。この先は両側に木があります。住宅の前で自動車もあまり通らない感じ。これなら悪くない。徳永橋、感じのいい道が続きます。八幡橋、次元橋、橋の形も同じ感じ。橋のたもとが少し広がって欄干も低い。北谷原橋、確かに川幅は狭い。最初に見た河野台の川幅とは随分違う。吹島橋、橋の周りも石畳ですね。この先は行き止まり。その道はコルトン通り。ここで大柏川と合流してる。さっきの三角橋で合流しましたよ。大柏川は一度分岐してから両方がママ川と合流してる。ここは千元橋、コルトン通りをくぐって道沿いに流れを変えてる。さっきまでの桜並木の遊歩道ではないですね。館橋、歩道の幅はあるのでこのまま下りましょう。コルトン通りから離れますね。この橋は北方橋、 X 字型になってるんでしょうか。次は大和橋、歩行者専用なので渡るのも安心ですね。なんか和風ですね。上境橋、木製風が正しいのかな。次は京成線の線路ですね。踏切を越えると歩道はあります。降りる階段はありますけど、ポケットパークなのかな。降りても行き止まりみたいです。次の橋は境橋、14号千葉街道です。川幅は同じか、少し広くなってる。護岸はほぼ垂直です。一応道はありそうなのでもう少し歩いてみましょう。奥に JR 総武線の線路ですね。手前の橋は新川橋、線路をくぐると鬼高橋。この先は川沿いの遊歩道がある雰囲気ではないですね。この辺で下宇佐中山駅へ戻りましょう。ここが下宇佐中山駅。お疲れ様でした。それでは最後にもう一度ルートを空から確認してみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。